ニコラ・ド・クレシーは、フランスのバンドでシネ作家及び原作者、イラストレーター。1984年マルセイユにて、応用芸術のバカロレアを取得した後、クレシーは、アングレームの高等資格芸術院のバンドでシネクラス、第一学年の一員となり、1987年に、卒業。続いて、セーヌ・サンドニケン・モントルイールのオルトディズニーアニメーションフランスで、 画家、デザイナーとして働くが、すぐにバンドデシネに身を捧げることを選び、1991年に最初の単行本、フォリガットを出版すると芝叩く間に批評家の歓迎を受ける。さらに、天空の美バンドム第1巻や、アングレームで出会ったシルバン書名と組み、アシュイブルに連載した、レオン・ラ・カムシリーズなどを手掛け、レオン・ラ・カム第2巻は1998年の、 アングレーム国際、バンドでシネフェスティバルで最優秀アルバム賞に輝くこととなる。同じ頃、老婦人とハトも制作している。2003年には、署名のアニメーション映画、ベルビルランデブーの公開に伴って論争が起こった。クレシーの作品を模倣したと、アニメーションの専門家たちが批判したのである。クレシーは、 バンドデシュネにおいて素晴らしい絵画の技法と複雑かつ皮肉のこもったシナリオ技法を用いて様々な道を探求してきた。直接的な色使いで1ページごとに作画方法を変えた天空のビバンドム、ラフなタッチでテンポよく仕上げたモノクロ作品、ムッシュフルーツ、セリフをモチーズに描いたプロソポピュスなどである。また、ルーブル美術館とフューチュロポリスが 共同編集した氷河期は数々の賞を獲得した。2006年には日仏郷土によるジャポンに日本滞在の体験を描いた20ページのモノクロ作品新しき神々を聞こう。2007年の初めにはこれを大幅に過失したあるお化けの日記が出版された。2014年には漫画誌ウルトラジャンプにて書き下ろし作品。 プロレス競争曲を連載する。ニコラド・クレシーは、彼の属する世代の中で最も優れた作家の一人で、あると認識されている。他に、クレシーは、ビラ9条山レジデンス2008年度、昌平アーティストの一人でもある。ありがとうございます。